ハンスビル・ヘルム・シティレは、主に県政大のテクトニクスと構造事象の対象調査についての業績で影響力のあるドイツの地質学者。ドイツのハノーファーに生まれ、ゲッティンゲンで教育を受けた。卒業研究では、トイトブルクの森の地域の山岳建造物について研究を行った。卒業後は、王立プロイセンの地質研究所に勤め、写真調査を行った。 この研究が後に構造学の研究に影響を与えた。ゲッティンゲン大学の地質学教授の職を与えられた。ゲッティンゲン大学と後に活動したベルリン大学において、県政大におよそ50回起きた地球同期作り山段階を一つの表にまとめ上げた。この枠組みによると、これらの段階は地殻の一部が安定しようとする間の小さなパルスとして起こり、 大陸は拡大される。1924年に、作り山活動と、増陸活動のエピソードの変動期間を仮定する、大陸の構造モデルを提案した。その後の地殻内部の詳細な研究によって、シティレは、地獄者の考えを拡大にするに至った。この地質学の理論を総合した、便利なものは20世紀半ばまで存続したが、プレートに完全に取って変わられた。 プレートテクトニクスがより良い説明を提供したことも、また、地球動期作り山段階というシティレの考えの評価を下げた。特に、シティレが地球動期サイクルと呼ぶことにした推進のメカニズムである海洋帝拡大説は、彼が死んだ年に提唱された。1933年に古く安定な地殻の部分を記述するのに用いられるクラトンという用語を地質学の語彙に導入した。 ゲオテクトニックリサーチジャーナルをフランツ・ロッツへと共に創刊した。ドイツ地質学会が毎年送るハンス・シティレメダルは彼の名前にちなんでいる。さらに、鉱物のスチールアイトや月のリンクルリッチのシティルオネも彼にちなんでいる。ありがとうございます。